下妻市、大園木茨城県道129号、下妻上層線は、茨城県下妻市から、上層市に至る、一般県道である。下妻市の国道125号から南下し、上層市荒井木町の国道354号まで、ほぼ、古海川の右岸に沿って南北に縦断する、延長約 21km の一般県道。それゆえに、 道路沿いに集落があり、道幅の狭い区間が多数存在している。1959年10月14日、新たな県道として、下妻市か小町を起点とし、有機郡石毛町を経由して、三海道市を終点とする区間を本路線とする、下小三海道線として、茨城県が県道路線認定した。2006年に、平成の大合併により、 密会同士が消滅して、上層師と解消したことから、路線名が、県道市も妻上層線に解消された。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。 ABC 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、PQ 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更。茨城県法、第7078号、ピアニッシモ、3から4、県道の路線名及び、 整理番号の変更茨城県法第637号3月30日より道路の共用の開始茨城県法第1133号 P16 道路の共用の開始茨城県法第1269号 P8 道路の区域の変更平成13年8月16日茨城県国示第892号茨城県法 第1288号、ピアニッシモ、8から9、剣道の路線名の変更、茨城県法、第1758号、P19。ありがとうございます。